さんのプレゼントをね、今から開封していきたいと思います。はい、はるかの誕生日ということで、はるかのプレゼントがすごい多いね。そうね、本当に本当にね、本当に嬉しい、ありがとう。早速開封していきましょう。はい、はい、ということで、レッツチェンゴー。まずはこちらのフラスター、皆さんありがとう。この可愛いお花ありがとう。花束ありがとう。このお花ありがとう。光ります。じゃじゃーん。え、何これ、あのさ、お弁当のさ、おかず仕切りのやつ、これのクッション、ありがとう。青色のお花ありがとう。この可愛いお花ありがとう。このコップと色紙と靴下ありがとう。青色のお花ありがとう。白のバラありがとう。こちらのお花ありがとう。この可愛いミッキーとお手紙とパックと生ツヤ肌メルティスティックありがとう。可愛い。ハンギョドンのタンブラーとすごい色紙とお手紙ありがとう。私たちに必須なおめめのじんわりとパックありがとう。このバラありがとう。この大人びたバッグありがとう。せーの、おやすみマフラーありがとう。このフラフロンのでっかい入れ物がありました。開けます。ん、え、なにこれ。あ、いや、お風呂セットかもしんない。かわいい、おしゃれ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。こちら、かわいい。このピアスありがとう。ミルクジュレマスクと、あ、スティック状の美容液、すげえ。とミッキーマウスありがとう。おしゃれな箱に入ってたこれ、あとお手紙もありがとう。おー、ピンクガールドの指輪、初めてもらった、ありがとう、かわいい、ありがとう。こちらと、あとお手紙、この青チェックのジャケット、ありがとう。嬉しい、蒸気でホットアイマスクと、すごい、レモン系の お風呂の入浴剤、ありがとう。あと、お手紙、黒みだ、ありがとう。これは男の子のチョアからもらったんだけど、これ高いシャンプーだって、これ使ってみます。これはトマトマト、魔法トマト嫌いなのにもらいました。ゲームだそうです。これはローラメルシエのハンドクリーム、これ魔法の違う匂い使ってたんだけど、このまた違う新しい匂いくれました、ありがとう。このエコレザートレイありがとう。え、かわいい、シュシュとモコモコ靴下ありがとう。このルームフレグランスとお手紙と爪のオイルとアイマスクありがとう。ねえ見て、すごいイラスト集、この子ね、イラストすごい上手で、いつも送ってくれるの、ありがとう。あとなんか、え、何これ、その愛が試される、自分の推しを語るゲームだって。時間あったらチェゴでやってみたいと思います。じゃん、見て、チュチュチュ、なんか指輪もらいました、ありがとう。このうさきちと手作りの木とお手紙ありがとう。かわいい、お顔描いてくれた紙袋とパックとお手紙ありがとう。このシナモンくんと、あとエチュードハウスのグロスティントと、あとパックと、すげえ、このかわいいニットありがとう。見て、カメさんの小銭入れもらった、かわいいありがとう。似合うかなと思って、なんかくれたらしい、ありがとう。お手紙とピン、指輪、やば、めっちゃ可愛い、嬉しい、センスよ、ありがとう。こちらのクレヨンしんちゃんとともにのお花束ありがとう。飾ります。このアクセサリーありがとう。ルルルンの顔パックとお手紙ありがとう。毎日あります、なんかいっぱい入ってる。このマホチンがいっぱいなコルクボードありがとう。とこちらのお風呂用品とお手紙とハンドクリームと入浴剤ありがとう。カピバラカピバラカ
カピバラもらいました、ありがとう。あとそれこの中にね、こいつが入ってた。この手作りのヘッドドレスとバラと写真立てと、あと感想文のお手紙、ありがとう。いつでもどこでもチョコとミスト、ありがとう。これ大事よね、乾燥するから。ピポピポピポー、通信のマスカラ、しかもこれ抹茶色だって。緑女目指します。これにお手紙、ありがとう。お手紙とパックと入浴剤とハンド&ネイルクリーム。お、めっちゃいい、美意識上がりそうです。ありがとう。このヘアバンドとマニキュアとあとお手紙、ありがとう。ディッディディン、シュー梅村、やばい、めっちゃ嬉しい。これクレンジングオイルですね。これめっちゃいいってね、有名だからめちゃくちゃ嬉しい。マジ？いいな。めっちゃいいんだよ。知ってたよ。お手紙もありがとう。マホのことよくわかってますね。ありがとうございます。見てこれ、ベルトにつけるアクセサリー。これ絶対手作り。え、めっちゃ可愛い、ありがとう。あのダンスカバーのするときとかつけます、ありがとう。あとお手紙もありがとう。あの完全モザイクなんですけど、婚姻届をいただきました。やば、略しいって。そう、婚姻届届けました。あとは反抗するだけだ。そうだよ、出してきちゃおうかな、出してきちゃおうかな。はい、ということでこちらのマスカラ下地、あとお手紙、ありがとう。あのね、小学4年生だったかな、小学4年生チョアがミサンガですって言って、かわいい。これ作ったのかな、自分で。しかもなんかへーって書いてあるの、かわいい、ありがとう。お手紙と、モホが今加湿器めっちゃ使ってるの、なんで知ってるの。ありがとう、うさぎの加湿器です、ありがとう。こちらの抹茶と、しんちゃんのフィギュアと、あとクレヨンしんちゃんのステッカーと、お手紙、ありがとう。ビヨーン。これはね、親子からもらった。わぁ、めっちゃ可愛い。可愛いよ。可愛いよ、いい女やん。もう、いい女やん、これ。いい女ハンカチと、でも、もはこれ聞いたんだよね。ポーチなんだよ。もはがボロボロに使ってるのを見たから、新しいのくれたらしいけど、可愛すぎないですか。やばい、可愛い。めっちゃ嬉しい。ありがとう、ジェラピケだ。ありがとう。たくさんのお手紙、ありがとう。道端で積んできたお花らしい、ありがとう。せーの、靴下ありがとう。じゃん、うちが一人暮らし始めたから自炊セットだね。すごい。待って、なんかさ、メッセージちゃんと書いてあるんだけど、ひれひれことねって。何、圧力調理バッグ。と靴に着にくいホイール。おー、アルミホイールなかったの。あと見て、ハンドソープ、ありがとう、嬉しい。お料理頑張るね。まあ、ほってデコレーションしてくれて可愛い色紙と大切なお手紙と、ほん、これタンブラー、マイメイドのタンブラー。可愛い、このサイズ持ち歩けるしね、ありがとう。この超音波加湿器とお手紙と、この加湿器のアロマかな、ありがとう。ごめんね素肌、ごめんね素肌のパック、ありがとう。顔パックめっちゃ嬉しい。何個あってもね、本当必要なものだから。と、入浴剤、バスソルト、ありがとう。あと靴下、マジでちょうど欲しかったの靴下、最近穴開いてんだよね。とお手紙、ありがとう。このバラの花束、ありがとう。ちっちゃなベイビーからもらった、そう、腕につけるやつ、これ M って書いてある、ありがとう。それイルカ、ピンクのイルカさん、ありがとう。モニモニ、エレガンスのパウダー、ありがとう。チュチュアンナから、わー、ボカボカ靴下、マジこの時期必須。シュシュー、ありがとう。
このブルーのピアスありがとう。かわいそうなアイシャドウパレットと、このかわいい笑顔、プリンセスのお手紙と、なんかマホの生誕祭のなんか招待状みたいなのを書いてくれたみたいです。こちら、マホオタクの旗です。ありがとう。こちらのパックと、あと1年5組って書いてあるお手紙ありがとう。ま、緑のお花ありがとう。あとお手紙もありがとう。ねえ、めちゃくちゃ可愛いんですけど、ちょっとエッチいやつ、このロンティーありがとう。ね、すごい楽しいことがあった時のはるかへと、寂しくなった時のはるかへ、なんかいっぱい感情がおかしくなった時のお手紙をいただきました。ありがとう。ねえ、ハウのニット帽ありがとう。あとこれなんだろう、ジョンマスター香水、香水やった。香水、スティック香水、めっちゃいい匂い、なんかちょっと柑橘っぽい。ありがとう。とお手紙もありがとう。取れちゃった、嬉しい。ヘア&ボディ用オイルありがとう。このピアスありがとう。ねえ、かわいい。この OI のお洋服と、この青色のトレーナーありがとう。この羽織物、羽織物アウター、アウター、シャカシャカ、こちらの青のシャカシャカありがとう。このめちゃくちゃ可愛い靴ありがとう。しかも超厚底、やばい、めっちゃ使う。てかもうこれ試着したことある、実は。めっちゃ欲しかった、ありがとう。これお手紙と魔法って書いてかわいい、ありがとう。見て、たったな、めっちゃかわいいネックレス、ありがとう。あとお手紙ありがとう。このシナモンくんのぬいぐるみと、お手紙と、白の T シャツ、ありがとう。等身大パネル、ありがとう。やばいよね、それ。これ、電車で持ってきたんだって。ありがとうね。なんと、ビビアンのお財布、ありがとう。たくさん使うね。ありがとう。道端で拾ったお花、ありがとう。このキャンドルウォーマー、ありがとう。キャンドルありがとう。あー、口つけちゃった。うわ、いい匂い、めっちゃいい匂い。こちらの手作りコルクボードありがとう。すごい、スキンケアセット、わー嬉しい。これのパック大好き。これのパックと剥がすパック、寝るときにつけるスリーピングリップのマスク、これちょっとプルプルになります。こちらシナモンのタオルありがとう。まずジェルスチュアート、多分香水だと思うんだよね。このね、マホね、このチョアからもらった香水なくしちゃったの。それを本人に言ったの。そしたら多分また同じの買ってくれた。ありがとう。今度はなくさないから。とチャンネル、イエーイ、めっちゃ嬉しい。いざ開けます。わー、リップがありがとう。あとお手紙もありがとう。こちらのパックと角質ケアバームとモモセラド洗い流すパックと、見てください、こちらすごくない？いろんなはるかが書いてあります。こんな感じです。ありがとう。このプーさんのノートとカイロとミニタオルとお手紙ありがとう。私が一人暮らしをするからって言ってぴったりのものをあげるって言ってもらったのがドゥ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 サランラップの大小と、何これ、ジッパー、イージージッパーパック M サイズ2本と、水で落ちる激落ちくん、これで水回りのところをピカピカにしてって言われました。一人暮らし頑張ります。サーモスのコップと
テストプレイなんてしてないよ、黒のカードゲーム。ありがとう。ポール&ジョーのネイルと、あとお手紙ありがとう。ポール&ジョーの化粧下地ありがとう。すごい、手作りコルクボードと裏にお手紙があった。ありがとう。でもなんかこれちょっと乾いてないまま袋入れたら袋についてる。ありがとう。クレヨンしんちゃんのメガネケースと靴下とメガネ拭き、こちらありがとう。こちら手作りの青のバラの飾り物たち、ありがとう。このお手紙と、あとバースデーフレグランス、1月15日用のフレグランスをいただきました。ありがとう。こちらのお手紙とこの青のアイシャドウ、ありがとう。ルルルンのパックとお手紙ありがとう。お手紙とマックのリップとコナンのケオルダ、ありがとう。こちらのブラシとあとパックとお手紙ありがとう。こちら開けます。やばい、いくよ。でじゃん。あー、かわいい。え、かわいい。ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとう。え、ポール&ジョーのフィキシングミスト仕上げ用ローション。え、すごい。そうなの。え、ありがとう。あと、じゃん出ました、ひよこちゃんのハンカチ。これはこのチュアのトレードマークのひよこちゃんです。と、お手紙、ありがとう。じゃじゃん、こちらのお風呂セット、ありがとう。こちらシナモンくんの花束、ありがとう。こちらお手紙と、エイブラックマルチパレット。おー、めっちゃいいよ。そうなの？めっちゃいいよ、それ。クリオの妹？クリオの妹。種類がめっちゃ。え？種類がめっちゃ。ほんと？全部可愛いよ。マジ？え、ありがとう。あとこちらのパックとお手紙ありがとう。アンブレラの多分腰につけるやつ、めっちゃ可愛い。これ絶対ダンスカバーの時使うから見ててね。お手紙もありがとう。待って、めっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛い。ありがとう。リップスティックと、なんだろうこれ。待って、やばい、めっちゃ嬉しい。待って、めっちゃいい匂いのディフューザー、ありがとう。出せないんだよね、家で使うこれ。え、うちめっちゃディフューザー欲しかったの、自分で買おうと思ってたんだよね。ありがとう。こちらの水色のパーカーとポーチとお手紙ありがとう。で、これのしんちゃんの前髪クリップとバスソルトとパック、ありがとう。そしてお手紙もありがとう。そしてお手紙たち、ありがとう。お手紙たち、みんな、はいはい、みんなありがとう。ちゃんと読むね。ね、すごい、手作りのミッキーマウスの水色とチェーンがついてるお耳さんと、あとこちらシナモンの耳とお花とお手紙ありがとう。スワロフスキーのネックレスありがとう。こちらはお靴でしょうか。え、かわいい。時代系の靴やんけ、かわいい。え、ありがとう。めっちゃ可愛いんだけど。ありがとう。あとこちらのクレヨンしんちゃんも入ってました。ありがとう。こちらのボディーソープと、ハンドクリームと、モアリップ。ありがとう。こちらの可愛いポーチと、インククレンジングバーム。ありがとう。カピバラ！ありがとう。手作りのみさんが、ありがとう。こちらのお手紙と、あとこちら、はるかのアクリルスタンド
を書いて作ってくださいました。ありがとう。こちら開封していきたいと思います。かわいい。え、見てこちらのピアス。ありがとう。そしてお手紙もありがとう。こちらの青いバラたち、ありがとう。こちらの青のキーホルダーとお手紙、ありがとう。ねえ、うちこれ買おうとしたらさ、売り切れててさ、買えなかったの。ありがとう。そしてクレヨンしんちゃんのミラーとタオルとお手紙、ありがとう。こちらお手紙とスリーです。オープン。え、でかっ。バランシングローション、化粧水だ。え、ありがとう。お花ありがとう。こちらお手紙と、もこもこの靴下と、めちゃくちゃ可愛いトレーナー、ありがとう。椅子の上に置く、このふかふかのドーナツちゃん、ありがとう。これゼロ、ゼロ、ゼロってことですか。こちらのお手紙と、マックのリップベースと、マックのリップ、こちらありがとう。こちらのお花ありがとう。こちらのお手紙とフォークと、うわすげえ。こちらのマグカップありがとう。ね、かわいいデコレーションされております。これはお靴でしょうか。オープン。え、かわいい。え、ありがとう。しかも厚底。え、嬉しい、ありがとう。こちらロエベのマフラーとお手紙、ありがとう。こちらのスウェットとラスボアの黒のスウェットと、わ、かわいい。こちらのアクセサリー、あとこちらのチェーンとお手紙、ハーバリウム、ありがとう。そして婚約指輪をいただきました。こちら開けるとすごいんです、光ります。こちらの繁盛石になってまして、こちらの光る指輪ケースと繁盛石のついた指輪いただきました。ありがとう。こちらのお手紙とこちらのお花と、ね、これケンタッキーケンタッキー、何これ。ええ、ケンタッキーの店員さんからのプレゼントです。大好きなビスケットたくさん食べてね、だって。え、ありがとう、嬉しい、ありがとう。こちらの光るお花ありがとう。エミームスムースシャンプー、髪の毛染めてる人にすごくいいシャンプーって言ってました、ありがとう。ね、かわいい、このパーカー、ありがとうね、すっごい字が綺麗。親愛なるチェゴハルカ様へ、こちらのお手紙と、あと見てこれ、このアウター、モコモコのアウター、ありがとう。こちらのお手紙とタイメックス、うわー、時計じゃん。え、やば、めっちゃかっこいい。え、ありがとう、嬉しい。あとこちら1月15日はるか誕生祭、のぞみがはるかを好きなわけっていう資料を作って、なんかはるかの目の前でプレゼンしてくれました。こういう感じで、はるかちゃんを知ったきっかけとか、はるかのここが好きとか、好きなチェゴの動画ベスト3、はるかちゃんにしたいこと、されないことを、以上の内容をもとにプレゼンを進めていきたいと思います、っていう感じでプレゼンしてくれました。これ絶対恥ずかしいでしょ、これ潰されるの、あさらされるの。こんな感じです。ありがとう。こちらのふかふかのクッションとお手紙、ありがとう。見てください、こちら大きなプレゼントボックスでございます。え、どうやって開けるんだろう。上のボンボンで、その下に2本が、このボンボンを取りまして、すげえ。こんなサプライズ、彼氏やんけ。開けます。わお、2つ入ってる。ねえ、かわいい。これ黒のニットです。ありがとう。めちゃくちゃかわいいんですけど。
こちら白と黒のニットありがとう。そしてはるきが多分ネイルにハマってるのでネイルのパーツもいただきました。ありがとう。クレヨンしんちゃんのコットンバッグとこちらのお手紙とこちら詐欺じゃないぜのクレヨンしんちゃんのキーホルダーありがとう。そしてこちらたくさんのお手紙たち、こんな感じ。ごめんね、全部一枚一枚紹介できなくて。これありがとう、家帰ったらたくさん読むね。あと誕生日の時につけるティアラありがとう。見てください、こちらいつもイラストを描いてくれるんだけど今回は王子様みたいな感じで描いてくれました。こちらのお手紙とあとめちゃめちゃ可愛いこの黒のパーカー、こちらありがとう。このクレヨンしんちゃんのキーホルダーありがとう。クレヨンしんちゃんのケーブルバイトとあとこれはるかチョコエッグで今ねクレヨンしんちゃんの歴代の映画たちのフィギュアが入ってるチョコエッグがあるんだけどそれを集めてるんだけどなんかみんなも集めてこうやってくれました、ありがとう。この入浴剤と蒸気アイマスクありがとう。こちら黒のパーカーとすごハッピーバースデー、うわすごっ、これ作ったんかな、すごっ、待って男の子が作るなんて想像ないよ、嬉しい。あとお手紙ありがとう、お花ありがとう、お花ありがとう。そして最後バラでできたクマありがとう。お願いします。ということで以上、セガでした。